モルテラインとはオールと地形という意味のテライン、これを合わせた造語です。でオルテラインをデザインするにあたってテーマとしたのは、シーンです。それからエイジです。そしてトレンドです。この3つのレスをテーマにしています。特定の年齢層とか特定のシーン、領域っていうものをあえて考えずに、かつ流行とか、トレンドっていうものにも流されない、そういったデザインをしていく、これをオルテラインのベースに置いています。今回オルテラインのデザインコンセプトとして置いたのはフォーム・フォローズ・ファンクションというキーワードです。デザインはすべて機能性に従事したもの、装飾としてのデザインではなくて、すべてに理由がある、機能性を伴ったデザインであるということに、を念頭に置いています。フォーム・フォローズ・ファンクションですけども、これはアメリカの建築家のルイス・サリバンという方が提唱した言葉ですけど、デサントのものづくりっていうのはこの建築に割と近いのかなと思ってまして、その装飾のためのデザインとかっていうのではなくて、どちらかというと設計するっていう意味合いが、意味合いのデザインっていうふうに考えてます。ですから当然実用的な機能だけが残っていき、装飾としてのデザインっていうのは削られていく、最後に残るのはシンプルでかつ機能性を持った、ウェアということになってなります、オルテラインに込めた思いっていうのは、そこに無限の可能性があると思ったからなんですね。スポーツウェアにも当然無限の可能性があると思いますし、これを着てスポーツをするユーザーの方にも無限の可能性があるのかなと。だからあえて領域っていうものを設けず、シーンというものを考えずにものづくりをしています。きっとその僕ら一生懸命作るんですけど、やっぱりそれってこう着てもらって感じてもらってっていうところだと思うんで、僕らが一生懸命考えたこととか企画したことを作ったことっていうのを、ぜひ着てみて感じてみてほしいなと思います。